やー、エッチエッチ。はい、皆さんこんにちはでございます。ということで、8月8日に出た新しいカードゲームスマホアプリてっぺんというのを今回紹介していきたいなと思います。このゲーム、カプコンとガンホーが組んだアプリになっております。カプコンといえば、今出てるように、ストリートファイターからリュウなど、他にもいろんなキャラがいるんですけども、チュンリーだったり、バイオハザードからにも出ておりますし、モンスターハンター、そしてデビルメイクライといろんな、カプコンの有名キャラクターが出て、それが、戦うっていう感じのカードゲームになっております。で、今回は、初めてなので、どういったカードゲームなのかっていうのを紹介して、最後にオンライン対戦で遊んでみたいなと思います。説明したいんだけど、どれがいいかな？プラクティスでいいのかな？そう、ロックマンとかね、ロックマンもちょっとなんか違うよね。X って言うんですけども、ちょっと顔がかっこいいよね。全部ね、このなんていうんですか、すっごいリアルっていうかグラフィックがいい。あー、エロエチエチ。ダンテだったりとか、ウェスカー、バイオハザードですね。ネルギガンテ、モンスターハンターですね。ジルだけちょっとフォントが違うような気がする。気のせい、フォントじゃなくて、あの絵の感じが違うような気がしますが、とりあえず竜で、やっていきましょう。ここで説明するのはですね、そのキャラによって必殺技っていうのがある、ヒーローアーツと呼ばれるものなんですけども、必殺技があるので、それによって、キャラによってこういろいろあるので、それを、自分の好きなように選んでいくっていう、感じですね。でデッキの編成とかも自由に組めていきますので、そこら辺はね、おいおい説明していけたらなと思っております。それでは、簡単なところからいきましょうか。はい、ということで説明していきたいなと思っております。よろしくお願いします。まずはコンピューターなんですけども、このゲームカードゲームなんですけども、ちょっと他のカードゲームと違うのはターン制になっております。下の MP があるんですけども、この左上に書いてある数字、例えば5あるんですけども、この3で出せるとかいう形になっております。そしてこの線が出てるんですけども、この線が攻撃の速度って言えばいいのかな、到達すると攻撃が始まるっていう形になっております。で、直線しか基本というか、多分直線しか攻撃しないんですけども、この直線、ユニットモンスターカードが、そこにいればモンスターに、そのダメージが食らいます。ですが、もしこの場合今青いのが敵がいなかった場合は、直にプレイヤーの方にダメージがいきます。はい。で、相手のライフを0ポイントにした方が勝ちとなっていますっていう感じです。で、カードは2種類、ユニットカードとアクションカードというのがあります。ユニットカードっていうのは今出している、モンスターカードみたいなもんですね。そしてアクションカードっていうのは魔法カードって言えば分かりやすいかな。はい。で、このゲーム、ちょっと独特なのが、アクションカード、魔法カードを出すと、待ってください、これ必殺技なんですけども、これ置いといて、必殺技じゃなくて、魔法カード、アクションカードを出すと、アクティブレスポンスというものが始まります。これは魔法の出し合いみたいな感じになってますね。で、交代交代で出していくんですけども、こういう形で自分が出したら相手が出す、自分が出したら相手が出す、そして、最後に出した順番から、魔法か効果が発動していくという。なんで、いきなり強力な技を出しても、相手の魔法カードが後から出てきたら、相手の魔法カードから先に効果が発揮するという特殊な、ゲーム性になっております。そして、マジックカード、アクションカードをどんどん出していくことによって、ポイントが溜まっていきます。そのポイントが溜まっていくと、キャラ特有のヒーローアーツという、さっき、多分流れたやつなんですけども、必殺技が出せるようになります。はい。これは、剣なら剣、竜なら竜だったり、ダンテだったらダンテだったり、その中でも、いろんな技があるんですけども、それも設定できます。はい。これは、敵一体に7ダメージということで、これで、真空波動拳ですね。昇竜拳とかもあったのかな？はい。こういう感じで、敵を倒すことができます。はい。これの繰り返しで、5分以内に、勝敗を決めるといった感じになってますね。すごい簡単に説明したんですけども、これがなかなか、単数じゃないので、こうずっと考えてられないっていう、なかなか面白いゲームで、私個人的に気に入ったのはこのゲームなんですけども、スマホ特有で、
ある、そのカードレベルっていうのがないので、例えば、まあ、これガチャで、新しいカードをどんどん引いていくんですけども、もう当てたらすぐその場で使えるということになって、レベルアップとかしないでいいっていうのがすごく私個人的には好きなポイントですね。はい、ということで、ランクマッチング、ランキング、ランクマッチか、ランクもやっていきましょう。私が好きなのは、モリガン・アーン・ストライド・デッキ。まあ、モリガンって言えば、ヴァンパイアシリーズの格闘ゲームから出てくるモリガン。もう何がいいかって、このおっぱいなんですよ。エチエチおっぱいで、いきたいなと思います。で、デッキは、変えてないんですけども、このモリガンのデッキの特徴としては、ユニットに直接ダメージを与えるっていうものではなくて、停止とか、条件破壊などが強いので、妨害とか、削除が強いかなと思います。説明してないところで言えば、この空戦、カード効果空戦っていうのがあって、これは直接プレイヤーに、ダメージを与えることになっている、めちゃめちゃ強い、カードになっております。そして、敵の、どれだったっけな、これじゃなくて、そう、停止させる魔法カードがあるので5秒間停止させたりとかして、戦っていくデッキになっております。まあ、初期デッキなのでこのままやっていこうかなと思います。対戦お願いします。いや、これね、なかなか強くて面白いんですよね。はい、で、オンライン対戦、これ海外の人がすごく多いイメージなんですけども、やっぱり竜が人気なんで竜が多いんですよね。竜はなんか速攻性のデッキなのかな。はい、でこれ死亡時、ユニットを停止させるっていうのが3枚来てるんで、とりあえず相手のユニットが出次第送ってみようかなと思います。でリリスとか空戦なんで、もうこのままもう敵、カード置かれましたね、5秒間停止、これでもう5秒間停止、さらに敵ヒーロー2のダメージ。まあまあ大丈夫でしょう。で、これがめちゃめちゃ強いんですよ。この魔法カード。これが、停止状態全てのユニットの6ダメージっていうことなんで、このモリガンの必殺技が、敵を全部停止させる技なんですよね。なんでめちゃめちゃ強いです。これで、このキャラはランダム敵一体を5秒間停止で停止させましょう。でこのデッキの使い方としては、相手の攻撃ゲージがギリギリ来るまでに、魔法カードを使うのがベターかなと思います。あ、人と違いますね。滅昇竜拳になっていますが、敵は、スタン状態なのでどんどん出していきましょう。これが強いんだけど、3まで溜まった方がいいね。相手が出してくれたらありがたいんだけど、いいですね、これで止めます。いやー、エチエチで全部スタンさせてから、これがめっちゃ強い。マイナス6なんで全部カード持っていきます。多分相手も防ぎようがないんじゃないかなと思うんですけども、これ初期デッキにしてはね、結構強いデッキじゃないかな。盤面を一気に、崩せるんでいいんじゃないかなと思います。そして、まあ、ゲージ貯めつつ、いいですね、滅昇竜でダメージを与える。もうちょっと早めにやればよかったですね。で回復します。はい、で回復全開です。で、相手が出してからでもいいんですけども、ナルガクルガもね強いんですよ。この、MP を使うんですけども、3-4の、空戦なので、ここで持っていきましょうか。1回は防げますよね。で、このギリギリで使う。あ、使えなかった。
5以下じゃないんだ。いいですね、相打ちで。こうこれの、モリガンの、モリガンのデッキはなるべく自分のキャラが死なないようにしていくっていうのがベターなんですけども、展開が早すぎて全然追いつけないそう、こうやって混乱させて、食らわせるという形が一番強いかなと思います。でギリギリまで、持っていってから使う、で停止させて、3確実にプレイヤーにアタックさせるっていうのがすごい強い。ダルシム置いときますか。ダルシムもね、体力あるでタンク系にいいですよね。これでランダムスキルいいですね。めっちゃ相手使ってくるな。さあどうする。これで上が両方消えるかな。両方消える。タンク使いましょうか。あと2分か。ちょっと時間あるんで。あ、でも下のナルガで行ったね。はい、という感じで無事、まあまあ勝利できましたということで、まあ、あんまりねモリガンを使ってる人がいないので、多分対策が空戦ってなんだみたいな感じが多いんで、このレベル帯はすごく有利なんじゃないかなと思いますが、はい、いかがだったでしょうか。他のキャラクターも、いろいろ X とか回復系なのかな、ちょっとまだ全部使ってないんで分かりませんが、当分は、この HH モリガンで、デッキを組んで遊んでみたいなと思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。ぜひ続きが見たい方、面白かったなって思う方はぜひぜひ高評価グッドボタン一緒ですね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。